次、ポケボールスロー V1.0。ポケボールを投げるんですね。完全にオリジナルゲームですね。プレイナウでやっていきましょう。お。Control, use the arrow key to aim. アローキーで狙って、で、スペースキーで投げると、ポケットボールを。で、シフトキーで、レベルインフォを見ると。レベルインフォ見たいんだけど、スペースで、あ、これで投げるって感じね。で、アローキーで、こういう風に移動するってことか。あ、たくさんいる。あ、ピカチュウがいるよ。かわいい。ふっくらしてピカチュウ。ピカチュウからゲットしてみようか。これで狙いを定めて、投げる。おっ、おお、あ、すげえ簡単に捕まる。現実はそんな簡単に捕まらないんだぜ。チコリータもいる。御三家がこんなところにいるなんてラッキー。ミニルームより結構レアポケモン多いじゃない。よいしょと。キューコン。すげえな。キューコンまで一発で捕まっちゃうの、これ。すごいな。このグラフィックってさ、作者さんが自分で作ったのかな。すげえな。あ、キューコン。キューコン捕まるまで時間かかったわな。で、次はカラカラ。カラカラも最近見ないな。カラカラ。お母さんのところで連れて行ってあげるよ。いいぞ。あのようだけどね。で、ゴースト。ゴースト、こんな昼間から何してるんですか？あ、後ろ向きになってる。これは？あ、捕まえられるか。ターゲットが後ろになっちゃってるけど。他には、鳥ポケモンらしきものに、あ、結構上まで行ける。伝説のポケモン、サンダーとかいないの？サンダーとか。サンダー、フリーザー、ファイヤー。ファイヤーは違うか。あ、トゲピー、トゲキッスだっけ？トゲピーがいるよ。トゲプリーみたいな。投げる。よっ。あ、難しいのか。一回止めて、よっ。オッケー、ナイス。あ、ポッチャマーだ。渦潮だ、ポッチャマ。いけ、ポッチャマ。あ、かわいい。それ水飲んでるのかな。ポッチャマー。あ、ルカリオ。じゃあ、なんだっけ、ルリリじゃなくてなんだっけ、下の名前。忘れちゃった。こいつは、こいつなんだっけ、名前。御三家なのに忘れちゃったよ。ベイブにしとこう、ベイブ。で、これ、イーブイ、かわいいね。イーブイ一番かわいいかもしれない。俺一番好きなポケモンはゼニガメだけど、かわいいなと言ったらイーブイが一番かわいいかもしれないね。あ、ガーディもかわいいわな。他には、結構たくさんいるんだわな。これ謎の草じゃね？あ、違うか。あ、終わった。しかも初代なんだね。初代じゃない。ファイアレッドとリーフグリーンの主人公なんだね。なるほどね。再現度すごかったね。次、ボールスロー、トリスでいいのかな？ボール投げ得意です。頑張ります。いきまーす。お、数字でビンゴしろってことなのかな？とりあえず1個投げてみようか。5がいいな、5。7、おー、いいね。端の部分はいい感じだよ。あ、対戦ってことか。丸×ゲームだ。なるほどね。え、難しくねえか？じゃあこれは9を狙っていきたいけど、9はすぐ狙えるから、まず8から狙おうか。いくぜ。ほっ！ 8 いけ！あ、1か！あ、でもいい感じ、いい感じ。4も結構狙えるな。あ、草取られた！うまいなぁ、畜生。5を取りてぇな、5。ほっ！これで8、3、3、8、8、3か！まあまあでもいい。これで5か8取れば俺の勝ちだもんね。あ、じゃあ、9はやめて！ 9 はやめ、ちくり！くそ強い！5で勝つしかないか。8は取っときたいけど、5、難しいな。よし、6入んな。よー、完璧なスロー。素晴らしい。面白いね、発想の勝利だね。負けたらどうなんだろうね、これ。次、ドミノオブデス。死のドミノ。どんなドミノなんだろうね。炎のチャレンジャー。いきます。お？あー、おじいちゃんを殺すドミノってことか。わ、楽しそう、やった、わーい。で、コロコロして、ズガンと行って、コロコロ回転回転、クルリンチョ。で、また乗っていきの、コロコロコロ、死への直行便。逃げられない運命、カルマだわな。死の恐怖。おじいちゃん、今、息の目を止めてあげるからね。たっぷり血肉をぶちまけてくれよ。最近血肉不足でさ、血肉を見てなさすぎて、だとね、年老いてきた。やっぱね、若い体でいられるっていうのは、血肉を見ることによって、細胞が活性化するんだよね。なんで、おじいちゃんの赤い血、赤い、スイカの赤じゃなくて、おじいちゃんの赤い血で染めてあげてくれ！やったぜ。久しぶりの血肉だ。次、デスボールエクストリーム。フリーザ様かな？プレイヤーでやっていきまーす。お！これね、あは、息子よ。父ちゃんの背中をよく見ておくんですか？父ちゃんが生還できる姿を、とくと目に焼き付けるがいい。行きます！ピンチになったら息子よ、お父さんを助けてくれよ。お父さんをクッション代わりに助けてくれよ。こわー、あー、頭が、あぶない、あー、あー、息子ー、息子の使い方が悪かったわな。ピンチになったらいかにして息子をクッションにするか、その心意気が大事。そう、親子の愛を深めるために息子を犠牲にする。いいぞ。あ、頭が、腕が、まずい。頭が砕けても勝利すれば勝利なんです。ありがとうございます。次、ハッピーホイールズナウ、つぶやきかな。プレイナウでツイッターしていきたいと思います。お、ハッピーホイールズナウ、なんでしょう。お、
Rate 5 and shall be naked. Fake. ああ、フェイクってことね。なるほどね。これがフェイク。お、ちょっとフェイクじゃねえじゃねえか。娘を引き逃げしちゃった。Rate 5 to unlock.It doesn't work? あ、Rate 5をなんかせがんでる人たちがいるっていう、そういうことかな。なるほどね、ハッピーホイーズらしいじゃない。Rate 5. If you survive, 生き残ったら Rate 5にしてくださいみたいな。これ Rate 5の最速がすごいんだよな、ハッピーホイーズが。今度は 100% リアルネイキッドウーマン。あー、なるほど。ほん、服が脱げますよみたいな、そんな感じ。いや、真実の姿みたいな。ライアー、ディズイト、あー、嘘つきね。100% インポッシブルと言っときながらほとんどできちゃうよ、みたいな。あー、足が、やべやべ、高いジャンプしちゃった。あ、www。息子とおじいちゃん、そうだね。生まれ、生と死のね、別れみたいな、そういうことを表してるんだよね。やべ、足がもげたせいでジャンプができねえ。ジャンピング、オッケー、ナイス。で、二人はし、プリキュア、いいぞ。で、次は、おダウンユー、フェイクフィニッシュの、あー、あるね。ゴールと見せかけてゴールじゃないみたいな。ユーサーク、うるせえよ。で、今度は、バッテリーメイドソードスロー。あー、ソードスロー系はね、JB が絶対いるってやつね。JB はなんであんなに恨まれてるんですかね。あ、レイムボトムランだって。あー、これ難しいんだよな。今の足の状態でいけるかな。これ足、やめて、やめて。あー、でもセグウェイならめちゃめちゃ楽勝だね。で、今度は、バーリングポコジャンプ。あー、ポコジャンプ系も多いよね、ハッピーホイールズって。ナチュラルに引いちゃった。でも仕方ないよね。ゴールするためには多少の犠牲は仕方ない。あ、この回転系もね。うん。これは？コインがあって、これ、そうそう、このボックスの中から何とかしてコインを取るように中に入るって。ハッピーホールズもたくさんありますからね。なるほどね。ハッピーホールズのレクション見るような感じですね。私をオチに使わないでください。次、ソードファイト剣で戦っていきましょう。プレイナウでいきまーす。はははは。なんかいいコースの予感がする。行くぞ。お、いきなり、あ、危ねえ。危ないって、ソードファイトなのにお前なんで斧持ってんだよ。まあ、自転車持ってるやつに言われたくないだろうけどさ。あ、ソード来た。ソード要員来たよ。タイヤは全てを弾き返す。いいぞ。鉄をも弾き返す。鋼鉄のタイヤ。いいじゃない。ゴムって、ゴムゴムの。ゴムゴムは全て海賊王になる男なんだぞ、お前。あ、なんだ今の。今の動きおかしいだろ、お前。先にフライングするのはよくない。フラインゲットはよくない。あ、なんか、あへあへしてる。何してんだろう、こう。いい体勢してるんじゃない。お前は、あ、ヤモリ！あ、ぶね！いいぜ。コウモリ屋敷。いいぜ。あ、それは、その位置まずいっすね。君、肉が熱すぎて、通れないっすけど、オッケー、ナイス。サンタクロースの季節だもんね。仕方ない。いいぞ。誕生日プレゼントちょうだい。誕生日じゃねえや。あ！そんなクリスマスプレゼントいらねえんだ。いいぞ、肉防御。いいじゃない。脂肪っていうのはね、針を通さないんだぜ。いいぞ。脂肪同士仲良くやってな。さあ、ナイスゴールです。ファイ、あ、びっくりした。フェイクかと思ったわ。素晴らしいクリスマスプレゼントでしたね。ありがとうございます。次、サバイブ1ミニッツ。1分間、私は生き延びます。プレイナウドやっていきます。1分ぐらい大丈夫ですよ。人生の中の1分なんてほんの一瞬の出来事。さあ、息子よ。父ちゃんの背中を見ながら、生きるというものはどういうことかを教えてやるぜ。1分間、されど1分間、めっちゃ足が大変なこと、足が折れちゃう、足が、息子助けて、足が折れちゃう、お父さんの足が、お父さんの右足変なことになってる、大変だ、逆向きで関節がおかしなことになってますけれど、1分間って結構長えぞ。大丈夫、息子よ。いざとなったら俺がな、俺の助けに、危ねえ、息子が行ってしまった、足も行ってしまった、大丈夫、生きていれば、大丈夫、生きていれば、ナイスゴール、いいぞ、ははは。人生という名のゴールをしてしまいましたけれど、結局はみんな土に帰るんですね。ありがとうございます。次、オリンピックグラススライド金メダル取ってやりましょうか。プレイナーでやっていきます。お、グラス、これをつかめってことか。なるほどね。グラススライディング、わー、いい感じに乗れた。さあ行くぜ、俺は高見へとジャンピング。あー、いい感じ。オリンピックを完全に怪我してる感じがいい感じ。おい、それ、お、いい感じになって、今度は背中乗り。いいぞ。腕がもげそう。完璧なゴールですね。金メダル、谷でも金、アブでも金。ありがとうございます。次、ケース、アニマトロニクス。ケースしていきましょうか。プレイヤーでやっていきます。なんかすごそう。プレイしていきましょうか。プレイ大好きです。祈る方も大好きです。Oh, damn. I forgot the key in the office. Oh, 会社に鍵を忘れちゃったよ。問題ない。待ってな。俺が取ってくるってことか。取ってきます。なんでセグウェイで行くんだろう。おおおお、びっくりした。超心臓筋狙った。車で行けばいいじゃないのよ。セグウェイで行ったら雷撃たれるぜ。わ、木の近く危ないって。なんだよ。お、ここ、あ、なんか目が見えるんだけど、ここがオフィスってこと？なんでこんな暗いところにお前は。
頼ってるんだよ。真っ暗で何も見えない。おお、すいません、監視員さんいますか。鍵を持ってきたんですけど。なんでこんなお化け屋敷に通ってんだよ、お前。ちょっと転職しろよ。あ、なんかいるよ。鍵、なんで地面に落ちてんの。取れないよ。ちょっと入りますか。いや、知ってますけど。なぜ死因がわかんねえんだけど。あの目に焼き殺されたの。クリックすればいいのかな。クリックで、あ、できるね。よし、ゲッチューで戻ればいいんだよね。怖い怖い怖い。な、な、何？あ、なんかあるね。これを見ろってことかな。貼り紙、よいしょ。Hi my friend, how do you like my gift? Like it? It loves. Loves to play. You will die. Yeah, 私の親友。私のプレゼントは気に入ってくれた？気に入ってくれたよね。楽しんで遊んでいってね。そしてお前は死ぬ。鍵がプレゼントってこと？さすがにないわな。しまって、私たちの私物、私物じゃねえよ。会社の私物だもんね。また暗くなった。この暗転やめて、怖いから。さあ逃げようぜ。なになに、何を、うわぁ、なんか回転、親友が回転してる。ちょっと待って、あぁ、気持ちいい。この木が邪魔なす、逃げろ、早く早く逃げて。あー、ライトが消えちゃった。ライトが消えちゃった。え、これ戻れるの、戻れるの、大丈夫。もう奥側にはいなくなってるから、あそこの扉から入れるんじゃないか。この安定の間に恐れるとかないよね。怖い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 、早く早く早く、あー、早く早く、あー、そのトラップはずるいよ。どうやって避けりゃいいんだろう。ここで一回防いでから来い。よし、出れた。あ、扉の先にはてこないよ。大丈夫大丈夫、心臓の、ああ、続きがあった、エンディングかと思ったのに。何、警備室みたいな感じ。また見ればいいのかな、レポートみたいな。何これ、 Still alive? I'm surprised. I'm very sorry for your friend, but don't worry, you will meet him very soon. やなんだけど、まだ生きてんの、驚いたよ。でもね、寂しが、あなたの友達が寂しがっているよ。でも心配しないで、あなたはすぐ彼に会えるから。また扉？はぁ、出会えた、天国で。Did you find the keys of the barn? ここまでして鍵の心配をしてる親友って、アナザーホラーレベル。Yeah, play now. なるほどね。ホラー系はやめようよ、怖いから。次！